それそれ。こんにちは。今日は今年で40回目の開催となる新井まつりの見どころをご紹介します。今年の新井まつりは前日祭が8月2日金曜日、本祭りが8月3日土曜日、そして花火大会が8月10日土曜日に開催されます。それでは新井まつりの見どころをご紹介しましょう。見どころその1。第9代目の大綱が街中を練り歩く大綱担ぎ。今年の6月30日、新井中央駐車場前で第9代目の大綱を作りました。今年の新井まつりでいよいよ出陣します。皆さん、大綱担ぎの由来はご存知ですか？大綱担ぎの由来は妙高山などの山々から由来します。妙高山などの山々、その麓にある八代川や関川は豊かな実りを約束してくれますが、ひとたび大雨が降ると手のつけられない暴れ川になって、田畑や人命に大きな被害を与えてきました。そこで先祖は命と田畑を守るため協力して大綱を作り、命綱として濁流の中、人命救助や食料の運搬をしたと言われています。また大毛無山周辺に大蛇が住んでいるという話から、この大蛇が大きな綱となって人々を救ったという言い伝えもあります。当日は300人の若者が右左に蛇行して暴れ回る大迫力の大綱担ぎ、ぜひ見に来てください。見どころその2。見応え満点ステージイベント。今年の新井まつりは40回を記念して、新井中央駐車場前にステージが登場します。そこではさまざまなステージイベントを開催します。午後1時からのオープニングには市内4団体による太鼓の共演で華々しく新井まつりがスタートします。午後2時からは糸魚川出身の大道芸人川原明さんによる大道芸ショーが行われます。軽快なトークと次々に繰り出されるパフォーマンスに魅了されること間違いなしです。午後5時30分からは妙高市出身のシンガーソングライター高木育乃さんのコンサートが行われます。高木育乃さんのコンサートには和太鼓奏者の良人さんがゲストで出演します。どのステージも見応えたっぷりですね。見どころその3。夜空に咲く大輪の花、花火大会。今年は8月10日に3年ぶりに花火大会を開催します。今年の花火大会のメインは音楽に合わせて花火を打ち上げるミュージック花火です。どんな音楽で花火が打ち上がるかは当日までのお楽しみです。今年の花火は上越ケーブルビジョンで生中継があるので、なかなか会場に来られない方も見ていただけますよ。会場で、テレビで、ご自宅で新井まつりの花火をお楽しみください。また8月2日の夕方には新井まつり前日祭として綱引き大会、歌と踊りのなりきりステージ、ナイトバザール、ほろ酔い横丁を実施します。詳しくは8月1日の新聞折り込みの祭りニュースをご覧ください。8月2日、3日は新井まつりで夏を楽しみましょう。